ジャニーズ事務所と出版業界の複雑な舞台裏カレンダー争奪戦の行く末、ジャニーズ事務所の影響力とメディアの責任、ジャニーズ事務所と出版業界との関係が再びクローズアップされています。長らく続いてきたジャニーズ公認のグループ別カレンダーの出版権争奪戦が、ジャニー北川氏の性加害問題を契機に新たな局面を迎えています。 これまでの、癒着ぶり、に疑問符が付けられ、来年度版のカレンダーは発売すら危ぶまれています。第一章、売上競争の舞台裏。毎年恒例のジャニーズカレンダーは、トップグループが驚異的な売上を記録しています。オリコン上半期ランキング2023によれば、キングピンス。 キンプリ、が五人体制でのラストカレンダーで35万4850部を達成し、スノーマンが33万5067部で追随しています。これらの数字が各出版社にとってどのグループを担当するかの争奪戦を引き起こしています。 売れ筋グループを得ることが週刊誌などメディアにとっては報道内容の制約となり、ジャニーズ事務所がそれを利用してスキャンダル報道を抑制しようとする動きが見受けられます。しかし、今年度は異なり、ジャニー北川氏の問題がメディアの責任問題に発展し、来年度版のカレンダーに不透明感を与えています。第2章、出版社の動向と指導者の影響。 カレンダー争奪戦においては、出版社のトップ層が大きな影響を持っています。今月社長を辞任した藤島ジュリー恵子氏と、同じ副社長を辞任した元副社長の白瀬潔氏が、来年度版の発行において大きく関与しているとされています。彼らの影響が、カレンダーに関する議論をより複雑にしています。 一般社との癒着や忖度が商材に反映される中、カレンダーはあくまでファン向けに制作されるものであり、一方で発行の是非についての議論も喚起されています。ジャニーズ事務所のスキャンダルに揺れる中、メディアはどこまで用語のスタンスを崩さないのかが焦点となっています。第3章、スノーマン VS。平野潮新たな争奪戦の幕だけ。現在、 注目されているのは、来年度版のカレンダーが発売できるかどうか不透明なスノーマンよりも、平野仕様のカレンダーを制作したいと希望する出版社の動向です。スノーマンは過去に類を見ない売り上げを記録していますが、平野仕様の人気と、彼の提携先である滝沢秀明氏の新会社、トべによる影響力が大きいようです。 日を見るよりも明らかな状況となっており金プリの平野仕様だったいにより来年度は売上の大幅ダウンが避けられないとの見方が広がっています。そのため、スノーマンカレンダーが今後の争奪戦の焦点となることは疑いようがありません。第4章、ジャニーズ事務所とメディアの葛藤。ジャニーズ事務所にとってはカレンダーの利権が重要な要素となっています。 しかし、同時に性加害問題に揺れる事務所に対して、用語のスタンスを崩さない出版社も複数存在します。来年度のジャニーズカレンダーが例年通りに発売されるのか、それとも中止となるのかについては未だ見通しが立っています。カレンダー争奪戦が示す問題の本質。ジャニーズ事務所と出版業界の癒着がカレンダー争奪戦を通して露呈しています。 一方で、メディアの責任問題やファンの期待も絡み合い、来年度版のジャニーズカレンダーが発売されるかどうかについては依然として不透明な状況が続いています。これはエンターテインメント業界全体が抱える重要な課題の一端を示していると言えるでしょう。